今日でニュージーランドに来て10日経ったんですよ。今日仕事初出勤してきました。で、仕事初出勤もいろいろ話したいことあるんやけど、その前に起こったこともね、いろいろ話したいんで、先にそれをちょっと話させてください。ちょっと僕のバイト先がオークランドのシティ、CBD って言われる一番栄えてる場所、まあ中心地みたいな感じのところなんで、まだニュージーランドに来てから銀行口座を開設できてなくて、思ってたよりも想像以上に早く仕事が見つかって、ちょっと怠けてたっていうのもあって、給料を受け取るために銀行口座が必要なので、まあちょっと急いで今開設しようとしてるところなんですけど、で僕はキウイバンクっていう銀行に行ったんですよ。これちょっとニュージーランドのちょっとね嫌なところなんですけど、銀行口座の開設めちゃめちゃめんどくさい。最初1回目銀行のオフィスに行った時に言われたのが、オンラインで申請してから来てねみたいな感じで言われたんですよ。あ、分かった、じゃあまた来るねみたいな感じで。でもその時にどうやって開設するかみたいな方法の手順が書いた紙があるんですけど、それをもらいました。でその手順が書いてある通りにオンラインで口座を開設して、で昼の14時ぐらいに行ったんですけど、なんか今日はもうちょっと遅いからまた今度来てねみたいな感じで言われて、15時までなんですよ受付なのに。14時にまあちょっとギリギリ、いやでも15時までなのに14時でダメって言われるって、まあまあまあもう今言ってもしょうがないんですけど、でまあ2回目も行ってもダメで、で今日3回目行ったんですよ。で銀行口座開設に必要なものがパスポート、ニュージーランドのビザ、一つ必要なのが住所証明、どこに住んでるかっていう証明書をなんか割ときっちり審査されるらしくて、ニュージーランドは公的な証明書とかじゃないと受け付けてもらえないんですよ。この家のオーナーと一応契約書というか、まあ普通にサインしてその電話番号とか連絡先が載ってる紙があるんですけど、まあそれを持ってったんですけど、これじゃダメだっていう風に言われて、そのオーナーの名前と住所が載ったウォータービル、その水道代請求書持ってきてくださいみたいな感じで言われて、まあ追い返されたというか、持ってきてねって言われて、3回目行っても今日ダメでした。オーナーにテキストして、ウォータービル銀行口座開設に必要やからちょっと送ってほしいんやけどっていう風に言ったら、一応送ってくれたんですけど、まあそれがワークするかっていうのがまた4回目行ってみないとわからないっていう、ちょっとこのもう腹立つよね。なんでこんな難しいのっていう、もうめちゃめちゃめんどくさいよ。この銀行口座開設だけでも話聞いててめんどくさいじゃないですか。でさらにもう一つ、ニュージーランドで生活するのに絶対必要なものがあって、 IRD ナンバーっていうのが必要なんですよ。でこれは日本でいうマイナンバーカードみたいなやつで、個人情報を番号で管理して、なんか税務情報とかを確認するための番号になってるみたいで、まあこれがないと働けないみたいですね。でこの IRD ナンバーを登録するところに銀行口座を登録してくださいっていう項目があるんですよ。でもニュージーランドの銀行の口座を開設するためには IRD ナンバーが必要っていう銀行が多いんですよ。で僕も実際そのニュージーランドの BNZ 銀行っていうところからオンラインで最初申請しようとしたんですけど、なんか IRD ナンバーを入力してくださいっていう画面が出てきて、 IRD ナンバーは銀行口座登録なしで申請できるけど後から登録しなきゃいけないみたいな、それも一応可能なんですよ。だからね、このニュージーランドのこの銀行口座情報と納税者番号 IRD ナンバーっていうのはどうやらね、こう密接にこのリンクしてなきゃいけないみたいなんですよ、どうやら。ただもうめちゃめちゃリンクしてるおかげでタックスリターンっていう、まあ日本の確定申告みたいな、ちょっと多く税金払いすぎた分が後で戻ってくるみたいな、そういう制度があるんですけど、そのタックスリターンがめちゃめちゃ簡単らしいんですよ。タックスリターンの時期になったら自動的にメールが来て、でそれの手順に従ってなんかポチポチポチってやっていけば、もうすぐ数分ぐらいで申請が終わるみたいなんで、まあ、これはね、まあいいところって言えるのかな。カナダのワーホリ行ってた時、銀行口座開設にこんな手間取ってないし、なんならその30分ぐらいで終わったし、歩いて店舗に行って口座開設したいんですけどみたいな感じで言って、その必要な書類を全部提出したらもう自動的にもうピッピッピッってやってくれて、何日後にカード届くよみたいな感じだったんで、カナダねめちゃめちゃ楽やったなーって今思い返して懐かしいなーって思ってる感じです。まあ、なのでね、まあ、もう一回銀行のオフィスには行くことになりますね。マジで面倒い。というわけで皆さんお待ちかね、仕事の話についてお待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。で仕事なんですけど、オークランドに着いて最初の3日間オークランドのシティ中心街のところのホステル3泊して、その間に家を探すっていう期間を設けてたんですけど、案外多分1日目だったかなぐらいにもういい家が見つかって、もうここにしますっていう子が見つかったんだよね。この家めちゃめちゃいいんですよ。はい、なんでまあいつかそのうち
あのルームツアーとかあのハウスツアーしたいと思うんで、そうしたら楽しみにしててください。ここ見つかったんで、その時にもうレジュメ持ってたんで、なんか良さげな店があったら、まあ、暇やし、もうすでにサクッと何件、3件ぐらいかな、3、4件ぐらいレジュメパッと配ったんですよ。3、4件ぐらい配った中のそのうち1件から返信があって、おとついあのインタビュー兼トライアルということで3時間無給で働きました。カナダはねちゃんとトライアルのお金は払ってたんでね、まあ、これはね、まあ、ニュージーランド流っていう感じで、まあ、受け入れるしかないですね。おとついトライアルやって、昨日対応することにしましたっていう旨の電話をいただいて、今日初出勤、ニュージーランドでの初勤務してきました。時間は11時から21時半、休憩が2時間あるんですよ。8時間半ぐらい働いてきました。でまかないが、あ、ちなみにジャパレスです。はい、今回日本食レストランです。まあ、居酒屋みたいな感じかな。でまかないが昼と夜の2回メニューから好きなものを選んで、あの 無料でもらえるっていう感じです。でそれがねやっぱ日本食なんで、やっぱね最高っすよね。めちゃめちゃ美味しいっす。まあ、それ目当てでジャパレスで働きたいなって思ったっていう理由がありますね。も仕事探しの大変さっていうのはカナダでも分かってるんで、とりあえずなんかウォーミングアップじゃないけど、だから正直これもここで受かると思ってなかったんですよ。あのなんかもう滑り止めみたいな、なんかもうとりあえず出しとこうみたいな感じだったんで、でもそこでありがたいことにいいお返事いただけて、10日目で初出勤を終えることができました。スピーディーですね今回は。仕事の内容なんですけど、キッチンの盛り付けトッピング担当で、メニューがめちゃめちゃあるんで、まあ、それをもちろん覚えるっていうのもあるし、おとついのトライアルと今日のトレーニングは普通にあの働いてる人にあの教えてもらいながら、このメニューはこれとこれとこれをこれを乗せるんだよみたいな感じで教わってトレーニングをしてました。あのメニューがめちゃめちゃ多いんで、もう1日2日じゃ覚えられないんですよ。もう無理なんですよ。でもね、あのみんな優しくて、あの仕事を教えてくれる人たちっていうのがみんないい人だったんで、そこはあのすごく救われたなっていう感じです。で飲食店、飲食業界で働いたことある人ならわかると思うんですけど、一番忙しい時間帯って伝票って溜まっていくんですよね。だからオーダーがあの次々に入ってくるんで溜まってっちゃうんですよ。そうなったらもういちいちあのワイなんかに構ってる暇なんてないから、見といてみたいな感じで、働いてる人がどうやって動いてるのかっていうのをただ見るだけっていう時間になってしまいました。厨房ってやっぱ狭いんで、定時男性が立ってるとやっぱ邪魔やし、周りの迷惑にもなるし、なんかこっちとしてもね、あのただ突っ立ってるだけやし、給料泥棒じゃないけど、なんかまあいい気持ちではないですよね。だからこういう状態ってやっぱお互いに良くないなって思って、だから向こうにとってはもういられてもなんか邪魔やし、なんか Y からしたらまだちょっとメニュー全然覚えてないのに無理やり言われてちょっと気まずいしみたいな。なのでちょっとあの休憩のタイミングでマネージャーさんにまあちょっと提案をしたんですよ。なんかこのままの状態で夜の営業行ってもなんか進歩しない気がする、なんかお互いにとっても良くない状態やから、ちょっとあのメニューを覚える期間を欲しいっていう風に伝えて、だからもう数日くださいと、数日間メニューとトッピングっていうのを覚えてくると時間が欲しいですっていうのを提案したんですよ。 2,3 日くださいっていう風に言ったんですけど、それは厳しいという風に言われまして、まあ理由としては今働いてる人っていうのがもう少しで辞めてしまうっていう状態で、その人に代わってまあY が入ってきて、その人の後のシフトを埋めるっていう目的で私が雇われたわけで、まあここで数日間いなくなるっていうのはやっぱりよろしくないということで、まあやっていけば慣れるよみたいな。まあとりあえず今日は一日中8時間半頑張ってきました。この2時間の休憩でもう可能な限りメニューを覚えて暗記しようとしたんですけども、これがね、もうめちゃめちゃメモしましたよ。これめちゃめちゃ書きましたよ。いや、その2時間の休憩の中で、まあ可能な限りメニューとかトッピングとか仕事を頑張って覚えたんですけど、まあそしたら前半よりは少しマシになったかなっていう感じで、まあなんとかね、もう、まあ前半よりは迷惑にならずに済んだかなっていう感じでした。これならね、あの周りの人も優しいし、うまくやっていけそうというか頑張れそうだなっていう感じはしました。でここからが面白いんですけど、これびっくりしたんですけど、今時出退勤の管理ってタイムカードとかじゃないですか。あとなんかパソコンでポチポチやったりするじゃないですか。あの私のバイト先手書きなんですよ。こういうスケジュール表みたいなのがあって、出勤した時間と休憩時間と退勤した時間っていうのをペンで書いて、今まで私もいろんな職場で働いてきましたけど、手書きでタイムカードないところって初めてだったので、うわマジかと思って、この時代にこんな職場あるんだと思って、まあ、びっくりしたんですけど、それだけでは収まらなくて、その後にね退勤時間とか書くじゃないですか。で入ってる時に言われたのが、うち15分単位で給料計算してるからっ
言われたんですよ。例えばじゃあ9時13分14分に退勤したとする、13分14分その分のお金は支払われずに9時までしか働いてないっていう風になるんですよ。でもそれ聞いた瞬間マジかよと思って、実際にねこういう方針のお店ってあるんやなって思ったし、まあそのねまかないも美味しいし2食もねもらえるし、それ考えたら、まあ、実質もらう給料以上の恩恵を受けてるんやけども、なんかそういうお店って法律的にどうなんやろうね。なんか日本だと結構グレーな感じだと思うんですけど、法律は詳しくないんで分かんないんですけど、どうなんでしょうか。ニュージーランドだったら合法なんかな、日本だと違法なんかな、どうなんやろ。まあ日本でもあるか、ちょっと詳しい人いたら教えてください。まあ、これはニュージーランドの法律が悪いのか、このお店のポリシーが悪いのか分からないんですけど、まあ、今のところはね、雇用者側にばっかり優遇するなっていう印象を受けました。で今まだトレーニング中で全然仕事覚えてないんで、つきっきりで教えてもらってるって感じなんですけど、まだシフトがね、不規則なんですよ。なんか今週、ニュージーランドのパブリックホリデー、祝日が結構多いみたいで、明日、3月の29日、正金曜日っていうのかな、これは。4月の1日がイースターホリデーっていう名前でお休みみたいなんですよ。なんでその日は仕事なし、まあ、トレーニング終わったらフルタイムになるかもしれないんで、まあ、ちょっと動画の更新頻度が下がってしまうっていう可能性もあるんですけど、それはすいません。まあこれからもこんな感じでニュージーランドの生活をアップデートし続けるんで、まあ、よかったらね見てもらえたら私としても嬉しいなと思うので、なんかまあコメントとかいただけたらね、誰かと話してるっていう気分になれるんで、楽しい気分になるんではい、なんか思ったこととかあったら気軽にコメントしてください。僕もそれ読んで、あこういう考え方もあるんやとかっていう学びにもなるので、まあいろんな視点からの意見っていうのを聞きたいです。ちょっと長い動画だったと思うんですけど、今日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。